長瀬っぽくなるんじゃないかな。はい。ゲマくんに。ん？あの。ん？いや、たまたまだよ、これ。サイレントヒルワークス。サイレントヒルワークス、マニアックチャンネルへようこそ。はい。はい、始まりました、はい、今日は大雨です。はい、なんかね、急に降ってきましたね。降ってきた雨ね。で、今日はね、10年以上お友達のロクさんが、はい、遊びに、はい、もうね、はい、オリジナルのね、そう朝9時に着きましたって俺ね、LINE が来たんで寝てたの。まだ寝てたよね。そう、寝てたよね。そうそう今日は、うん、タンク、うん、これ切っちゃった。本当だ、バッチリ切っちゃったね。そう、で、これをね、仕上げたいわけ、はいはい、うん、溶接するのにね、はい、で、あと、うん、後々おいおい説明するんだけど、うん、ちょっと紙がね、折りましたね。折りました、また折りました、折りました。それも説明しつつ、フレームに関してと、あとスプリンガーフォークの話もあるんで、はい、あ、はいはい、うん、それもね、説明しつつ、うん、今日はこの作業を進めていきたいと、はい、思います、はい、ということでよろしくどうぞ。サイレントヒルワークス。亀井くんがね、うん、今日ヤケさんお休み。あ、そうですね。そう、息子さんがなんか家に今日来るなんて、うん、あ、はいはい、うん、で、ヤケさんお休みで、はい、今杉山くんがまた昔みたいに、はい、カメラマンですね。カメラマン、はい、お願いします。お願いします、はい、あのさ、うん、亀井くんが写真送ってきたんだけど、このケップスピードの、うんうんうん、これね、スプリンが18インチ入れるとやっぱパツパツかもしれないって言ったじゃん、うんうん、パツパツなの。本当にパツパツなの。本当にパツパツなの。うん、でね、うん、ここが 19π の、うん、ここが29なわけ。はいはいはい。で、昨日電話したじゃん。うん、なんか 19π ないかな。うん、で、ロクさんと話してたらさ、うん、あれと思って、見たらね、ここ19π なの。え、これが。これが、ちょうどぶっさらう。そう。で、これぐらい伸ばしたいわけ。うん、あれ？あれ、もしかしてね。そしてさらにマジか。そう、さらに、はい、1インチのパイプ使うって言ったじゃん、うん、フレームに、うんうん、で、こっからここをさ、この前話した時は、うん、これリジットフレームっぽいからさ、ここ切っちゃってここ残しておいてぶち刺してもいいねって話してたじゃん、うん、覚えてる？覚えてる、覚えてる。そしたらね、これ1インチなのね、ああ、中19さ。あ、マジか。スポーンで入っちゃう。マジか。そう、スポーンで入っちゃう。そんなことある？ある。だからこれを、やばいじゃん。そう、ここのライン、結局ここのラインが綺麗なわけじゃん、うん、そうだね。そう、ごめんね、取りにくくて。あ、いいよいいよ。だからこれをぶち刺して、うん、こう持ってくれば、ね、ラインが取れんの。うん、バッチリじゃん。 すごいでしょ。やばいじゃん。やばいよね。やばい。すげえ、偶然にも程がある。そう、偶然にも程がある。だからあと 29π の、うん、パイプだけ探してしまえば、うん、もうフロントは伸ばせる。うん、ね、やばいな。だから5センチ約、2インチ、うんうん、2インチ伸ばす感じ、はいはいはい、そうすれば隙間が空くから、うん、あのビタビタにはなんないと思う。ちょうどいいぐらいかな、うん、だからケップスピードのスプリングが多分延長する人は初だと思う。そうだよね。うん、うん、チャレンジして、ね、で、俺31π 探してたじゃん、うん、31って言ってたじゃん、うん、俺裸眼で見てたんだよ、うん、だちゃんと見たら29だった。あ、だからか、違う、俺 今ね、内心ね、俺数字違うなと思ってたら、あ
メガネかけてみたら29だって。危ねえ。危ねえ。危ないね。やばいよね。はい、やっぱ老眼鏡必要。そうね。うん。あの、サイズを見るときはね、そう。かけましょうか。そう。それでね、はい、もう一つ髪が降りたことがある。うん。なんすか？あのね、ちょっと一回さ、うん、これをね、よいしょ。あ、ごめんなさい。ちょっといいですか？よいしょ、よいしょ。うん、うん、うん。横から見てもらいたいんだけど、横から、ね、ここね。はいはい、はい。これ、うん。60.5 倍。はいはい。延長するじゃん。うん。少し。はいはい。で、これら取っちゃうじゃん。うん。これさ、ちょっと延長するじゃん。うん。こうね、見てもらうと分かるんだけど、少し延長した分、ここぴったりなの。ストーンと入るわけ。はいはい。ちょうど延長分ぐらいできっちり収まるってことだね。そう。で、ここから R が来てるから、うん、この分だけ伸ばしてしまえば、うんその分だけだよね。要は延長するのがね。そう。で、結局この分伸ばして、アンダーフレームつけるからちょうどいいんだ、うん、やべえ。めちゃめちゃいいじゃん。髪かかったでしょ。うん、めちゃめちゃいい。ねえ、だから作業はね、うん、めちゃめちゃ早く終わると思う。ほんとだ。うん。何？そう。さすが、仮面競争。そう。ほんと。あいつじゃないけどね。うん。すごいな。あいつは何かを下ろしてるんじゃない？あの、そうか。下ろしてもらうのお金だけでいいからさ。ね、で俺に払ってくれるみたいな話だから。はいはい、どうですか？うまい。うまいですか？だかこれでいけば、うん、ぴったりなはず。そうですね。うん。うん、だ先にタンクは今日作っちゃうけど、はい、フロントフォークを、うん、次伸ばす形、はいはい、にしないと、ここの平行が出ないから、ああそうだよね。ちょっと見ながらやるだもんね。そうで平行出して、うん、ここをぶった切っちゃって、うん、でフレーム作ってまた下を作るっていう感じであれば、うん、もうフレームはすぐできちゃうと思う。そうかそうか。うん。うん、そんな感じでねちょっとね、はい、今日はね神がね3つ降りた。はい。すげえ神様。すごいでしょ。降りすぎだな。でしょ。もりもりでしょ。だからねちょっとうまいこと言ったなと思った。うん、うん、本当ですね。だからちょっとこれから今タンク、うん、溶接する支度をしたいと思います。はい。それでね、説明するんだけど、うん、ね、これ、ここ繋がってるの。溶接してあるの。うんうん、でここカットすれば、これスコーンって抜けんだよね。はいはい。で、こっちもカットすればスコーンって抜けるんだけど、うん、こっちが 29π のパイプ、ここが 29π が入るパイプが溶接してあるわけ。はいはいはい。で、これがね、多分スコーンって入るようになって、ってんだと思うんだ。それかもしかしたらここでもう溶接されてるからくっついちゃってるかもしれないんだけど。ああ、ちょっとやってみないと分かんないのか、そこは。そう。そうなんだよ。ああ。だ最悪、まあ、ここ切ってスコンって入れるかっていう感じ、うんうん、で、行こうかなと思ってる。で、ここを切ってしまえば、これも多分スポンって入るような構造になってると思うんだよね。うん、はいはい。で、あとね、これ株用じゃん。うん、ソロってブレーキが逆なの。ここの周り止め。あら。じゃあ付け替えなきゃなんない？そしたら、よくよく見たらね、うん、これね、ボルト締めなわけ。あ、じゃあ付け替えるだけってこと？これをこっちにする。うん。そういうことだよね。そういうこと。で、これをこっちにつければ、うん、行くじゃん。別に大丈夫だもんね。問題ねえね。そう。あ、これやばいなってさっきね、言ってたんですよね。うん。やべ、周り止めが逆だと思ったらボルト締めだったっていう。普通になんなくつくね。なんなくつく。うん、よかった。逆にして、多分ストーンって入るから。うん、そうすれば、18インチのこの太いやつ、うんうん、もう、ムチムチだけど、写真見る限り、もう、クリアランスがこんなもんなの。はいはいはい、はい。5センチ開くってたらこれぐらいじゃん。うん。ちょうどいいよね。うん、ちょうどいいと思う。うん。うん。長瀬っぽくなるんじゃないかな。はい。おぉ、やばいな。亀井くんが。いや、亀井くんがね、やべえ、ハードル上がっちゃってんな。いや、上げさせないと、うん、これだけ言っとかないとまずいから、うん。頑張ってもらわないとね。そうそう。で、ここがさ、ほら。ああ、はいはい。のところが、うん、これ。うんうん、なんだっけ、ユニックでギューってやったやつ。うん、リガでね。そうそうそう。青とリガでね。青とリガでね。こう、同じぐらいに、こう削ってしまえば、ストーンって入るから。はいはい。もうこの角度は、こうなるのかな、こんな感じ。うんうん。は合わせてみてから。はい。こうだね。
そうですね、うん、で内径これ3ミリ多分これも3ミリだと思うんだけど、前ほら見せたのが3ミリだったじゃん、うん、厚みがパイプどっか行っちゃったな、これかこれが、はいはい、それね、これね、はいはい、うん、で多分一緒だと思うから、うん、この内径に合うパイプガチンして、うん、溶接しちゃえば、溶接すればね、ぐらりとね、そう、あのパイプ入れて、うん、ここ穴開けて、でまずここを溶接して、はいはい、ぐるりやれば強いでしょ、うん、それで、はい、やります、あの全てがね うまくちょうどね回ってる、うん、ありがたい、ね、怖いぐらいにね、怖いぐらいに、はい、本当でそれでこれ溶接するのにねよいしょ、これステンレス、はいはい、なぜステンレスにするかまた説明するんだけど、うんうん、こういう感じで、はいはいはい、ティグ溶接、うん、してっちゃいます、はい、どうこれ綺麗かっこいいね、錆びないじゃん、うん、なぜステンレスしないもんね、なぜステンレスかっていうのはねちょっとまた後で説明するんだけど、はいはいはい、今説明する、あ聞きたいよね、聞きたい、うん、あのねステンレスと鉄ってなぜかすごいくっつくの、はいはい、溶けがすごく良くて、うん、鉄と鉄だと炭素みたいの吸っちゃってブロホールが できやすいのね、うん、ステンレスって、うん、ブロホールができにくいさ、はい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 、だからねステンレスをあのティグ溶接って棒入れてくじゃん、うんうん、なんだけどこれね棒入れないで溶接するやり方するの、おーおーおー、はいはい、ということはこれねタンクよりもねワンサイズ大きく作ってあるの、うん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 、あのセメンを、はい、っていうことは大きく作ってあるってことはこれを溶かしてこう溶接していけば、はいはい、棒入れなくていいわけじゃん、はいはい、はい、うん、それでね大きく作ってきた、ステンレスの方を溶かすってこと？そう、大きい分を溶かしながらこう巻き込んでいくっていうかカバーしていくような正解、そうっていうのもこっちはコンマ8ミリで、うん、こっちはね1ミリなのね、あ、はい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 、でとこっちを溶かして余熱で流していくっていう感じでやっていくの、うん、うん、はい、おお、うん、もう色配慮も大変だったよ大変でしたねあのさ、うん、覚えてる？前回動画で出した、あのね、アルミのピーナッツタンク、うんうん、パテ取れなかったじゃん。うん、塗装は取れました。うん、取れたけど。パテ取れなかったじゃん。うん、だから、これもパテ持ってあったわけ。結局、ここのすり面が出てたから、多分綺麗にパテ、すっごい綺麗に塗装してあったでしょ、うんうん、すごい上手だったじゃん、うん、もう剥がすのもったいなかったんだけど、うん、でもうやるしかねえなと、うん、でここパテしてあったから焼いたの、うん、すごい時間かかった本当に、でここはここね、うん、ボルト締めるのに、うん、なんだこれ長ナット、うんうん、半分に切って5センチのやつを25に切って、はいはいはい、でここを埋めて、うん、でここティグ溶接したわけ、はいはい、それだとガソリン漏れないじゃん、うん、でこうやってこう俺が昔ショベル、うん、ショベルのハーレー、スポーツにつけてたタンクがいいって言ってたから、うん、全く同じ作りにする、かっこいいよね、ステーで渡してさ、そう、うん、それでこっちはダミーだったんだよ、ああああ、ほら一体もんだったでしょ、うん、でこっちからガソリン入れるやつだったんだけど、うん、はいはい、こっちはもうめくらになってたの、うん、ただここ溶接しちゃっただけで、うんうん、だからそれも全部取りました、ガソリン入るように、あ、ちゃんとしたタンクにするってこと？そう、ちゃんとしたタンク、おう、うん、だからね、今日これ蓋して、うん、で、まあ、フレームができてしまえば、あとガソリンをどうつなぐか、うんうん、こっちにもついてるから、ガソリンコック、別に2つつけてもいいかなとも思ったの。右左で。はいはいはい、うん、で、1つは、予備端にしてもらって、うん、もう1つはメイン、うん、っていう形でもいいかなと。はいはいはい、で、これ2つつけて、
二股の一本にすれば、うんうん、でコックでそれ使い分けたらいいんですね。そう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 、うん、そうすれば予備担とメインでいけるかなっていうのも考えてさ、うん、はいはい、かっこいいね。そう、うん、もうこの分余分なお金になっちゃうけど、うん、あいつにご飯おごってもらうから今日あの六さんと朝香ね、いいですか写真出して、めっちゃうまかったもん、うん、そう一緒に、うん、めっちゃうまいっすよね。初めてのあんなメンチカツ、ね、でしょ、最高、いつ食べても美味しいですもんね。そう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 安定してますね。安定してる。だからうちに来る人たちは絶対朝霞に連れて行けば間違いないという、うん、はい、うん、本当うん、食べたい人はね、自腹で行ってください、はい、本当に。でもね、そんなた高くもないしね、1200円で、うん、あれを食べれると思ったらね、うん、いいですよね。あれじゃないですか、ちょっとロックさん、ちょっと、あれじゃないですか、メンチカツの、常識覆しますよね。も衣も、中の具も、全然、今までのメンチ何だったのぐらいの。ですよね。めっちゃうまい。い初めてですもんね、ああいうのね。で、デミグラスがかかってる、うん、あれもまた絶妙な。全部つけてね、もう、うん、ゼロッと食べちゃった。でしょ、うん、美味しいですよね。ぜひね、コーヒーもね、絶品。うん。そう、うまかった。美味しいですね。全部うまかった。はい、全部、うん、で、今日ね、ちょっとご飯がべちょべちょしてた。あれね、水加減間違えたと思う。あ、うん。ぜひ、おすすめです。はい。はいはい、今からやりますよ。はい。最初、天漬け。うんうん。点付けして仮止めしてね。そうで本ちゃん、はい、で最初これは誘導して最初溶かしていくんだけど、うんうん、あとは惰性でいっちゃう感じ、うん、了解です。でこれをやるんだけど、うん、溶接するときって、うん、塗料がついてたりとか、はいはい、あと鉄の場合黒皮がついてると、うん、炭素っていうか吸っちゃうんだよね、タングステンに、はいはい、でそうこの前ほら単管パイプの話したじゃない、うんうん、単管パイプは絶対使わないでくださいっていうのもちょっと説明不足だったんだけど、うん、コメントで入ってた。この前、はいはい、山梨の株ミーティング行った時にさ、うん、いた人からコメントもらったんだけど、うん、単管パイプって亜鉛メッキしてあるでしょ、はいはいはい、で亜鉛メッキって溶接すると、うんうん、弾いた上にブローホールができやすいの、うん、はいはいはい、で巣穴がね、うん、そっから錆びてきてポキッていっちゃうわけ、うん、ああああ、だから亜鉛を、まあ、あれもこう鉄の素材からするとバイクのフレームと一緒なんだよ、一般こう うん、一般のやつあると一緒なんだけど、亜鉛メッキがしてあるっていうことはその亜鉛メッキを完全に除去した状態で溶接すれば単管パイプでも大丈夫なわけ。ああはいはいはい、だから単管パイプをもし使うのであれば完全に除去した状態で溶接しないと、はいはい、ブローホールができちゃって折れちゃうっていう、はいはい、だからその強度の問題でそこがね、そう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 、弱くなっちゃうからやめた方がいいよってことね。そうそうそう、はいはい、だから普通の人でそれ知らないでただ溶接しちゃいました、うんうん、亜鉛メッキがついてる状態で溶接しましたってなると、うん、溶接箇所がピューってなるの、うん、ピューってなんかねこううまく波いかないでビューってなってそこの真ん中に穴が開くわけ、はいはいはい、その状態がずっと続いていくとそこが巣穴になってるから錆びていっちゃうっていう、うん、それを知らないで乗ってるといきなりポキンっていく、ね、もうで耐用年数っていうのかな、うん、あれが5年ぐらいしか持たないんだよね。はいはいはい、うん、危ないね。そうで、うん、じゃあ亜鉛メッキどうやって取るのってなると、うん、サンポールとかあるじゃん、うんうん、あれにぶち込んどけば亜鉛メッキ全部溶け出しちゃうから、はいはいはい、でよく酸化今六化クロームって難しい話すると、うん、ボルトが今六化クロームってやつなんだけど、はいはいはい、それがちょっとで薬が強いからって酸化クロームっていうのに変わったわけで、うんうんうん、それがねメッキしてあるんだけど、うん、サンポールぶち込むと、うん、いきなり泡吹くさブクブクブク、はいはいはい、でね1日置いとくとねメッキが全部取れちゃうの。あ、だからそういう状態で溶接とかあれすれば全然問題ない。全然問題ない。だからそこの処理だけ、はい、で知らないでやっちゃうと後で怖い目にあっちゃうから、うん、メッキがもうクロームメッキもしっかりだけどね、うん、クロームメッキの上で溶接するとやっぱりいっちゃうから、はい、巣穴が、うん、だからそれも全部除去してやってください。綺麗な状態で溶接ってことですね。そう、そう、まあ、はい、一口メモでした。はい、はい、いきまーす。はい、ちょっとねこんなもんかな。
線付けね。うん。あ、ちょっとでかすぎたな、ここ。あ、ちち。飲むんか。とりあえずね、天漬けできました。はい。うん。で、あとちょっとでっかいから、うん、少し削って、うん、これだと熱すぎちゃうから、うんうん、こっちもね。で、帳尻、うん、合わせていく感じ、うん、で、はい、ちょっと一回これ削ります。はい、はい、OK OK ついた、ついた、うん、つきました。もうついたの早っ。 OK OK これで、あ、ロクさんがカメラマンになりましたよ。縦にするとダメなんですよ。16対9だから。そうそうそうで、これで、本ちゃんやります、うん、はい、やってみる。あ、いや、そうだ、俺やっちゃう。そうだ、ちょっと一つ告知があった。ロクさん、ちょっといいですか、これ。これ止まってないですよね。あの、ヘルメットの話してください。あ、あの、佐藤ちゃんに、まあ、あの、前お願いしてたヘルメット、ダッサいヘルメットを、あの、ちょっとかっこよくしてってやつ、あの、お願いしたんだけど、それをね、あの、杉山くんに、うん、あの、ん、な、何の話だっけ、分からないと思う。エアブラシ、エアブラシでやるって話を聞いたんで。ああ、え、ちょっとチャレンジして、俺のやつは、あの、いやいやいや、人様のはダメでしょ。好きなようにやっても、うん、ちゃんと被るんで。いやいや、よろしくお願いします。これ失敗したら、あの、Z がメッキになるから。いや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 、やべえ、リスク高え。だから、マジですか。そう、ロクさん、そう、ロクさんに頼まれてたの俺。ああ、仲間なもんでさ、いいわいわになっちゃったやつ、うん、あの、全然全然、そう、うん、そう、たら、そう、したらロクさんが、もしあれだったら杉山くんに素材として、そう、いやいや、やばい、かぶれなくなっちゃうかもしれないじゃん。全然全然、かぶるかぶるかぶる。うん、だから、サイレントペイントやってもらう。メッキ、マジで、メッキ塗装。ああ、大体だけど流れはわかるでしょ。流れはわかるけど、うん、それは俺が教えながらやるから、うん、杉山くんが初めてエアブラシをやる動画を、はい、うわー、大丈夫かな。はい、そうで、はい、これだからちょっとほら、うん、どんなになるか、はい、視聴者さん、あ、じゃあ俺もできるじゃんと、うん、なるかもしれないし、うんうんうん、わかりました。初めてエアブラシを触る人が、うん、ヘルメットの塗装に挑戦という、はいはい、どうこれ。はい、わかりました。大丈夫。はい、はい、じゃあそんな感じで、じゃあ、はい、ロクさん、決まりましたんで、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。はいはいはい、はいはい、裏溶接したから、うん、ここ、はいはい、あの、見せる溶接、うん、やりますよ。はい、あの、すごいから、はい、うん、はい、もう下手くそだから。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。めちゃめちゃ下手だから俺。もうグズグズ穴開いちゃう。まあ一回、うん、とりあえずここまでやって順番で、はい、で、ここから溶接するところは、うん、オープニングに使います。はい、そしてあのオープニングをちょっとね変えるんで、おお、うん、あのね、かっこよく、あの、音楽もちょっと決まったので、はいはい、で、オープニング、次のオープニングは、うん、ヤゲさんと、ヤゲさんベースやってるわけだ、一緒にバンドやってたから。ああ、言ってたね、うん、で、俺ドラムで、うん、で、かっちゃんっていうのが友達でギター上手いやつがいるもんで、はいはい、そいつとちょっとね、あの、次のオープニングは撮ろうかなと思って、うんうん、で、今からこうやるので、はい、ちょっとこのまま撮り続けててもいいよ、うん、はい、うん、ペロッとやっちゃうよ、ペロッと。はい、なんか固定難しいな、固定が難しいな。
なんかよく見えてないな。やばいぞ。俺の息で前が真っ白になってる。曇っちゃってるじゃん。曇っちゃってる。やばい。よく見えてない。もう惰性で行くしかない。はい、できた、ほら。とりあえず、ここまでね。早いでしょ？おー、きれい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 。はい、バッチリ。こっから見えなくなってきた。曇っちゃって、前が。ここね、ここね。ここ、ここら辺で。はいはい。で、あと惰性できちゃった。で、あとここやって、タンクはおしまい。はい。あの半分ね、うん、でもう半分は電気代がもったいないから会社でやります。はい。節約ですね。節約ね。貧乏なんだよ。はい。ガス代だってバカになんないから。はい。貧乏だろ。はい。でちょっとあと残りここやっちゃいますね。はい、はい。できたよ。できましたね。こんな感じ。バッチリですね。ね、これ絶対漏れないから、あのピンホールないし、うん、でこっちもマイカーもちょっと待って、熱いだよ。あ、熱いね、熱いね、触っちゃダメだね。うん、いい。こんな感じでね。あっちっち。あっちだ、あっちだ。こんな感じ。ね、はい、あっちっちに。とりあえず、はい、まあタンクの作り方。うん。無事にね、一応綺麗にね、うん、作り方って言ったってなかなかあんまね、やらないっすけどね、皆さん、うん、普通の人、うん、普通の人はやらない作業、ね、やらないっていうか、そうだよね、そう、設備もないし、うん、腕もそうだけどなかなかね、難しいっすからね、そう、これはね、まあ、ティグ溶接機があればここまで綺麗にいきますよっていう感じ、うん、はい、うん、まあ、ティグ溶接機の機械にもよるけどね、ですよね。うん。まあ大体だってここからここら辺の距離っつったってさっきの動画で2分か3分だったでしょ。うん、うん、うん。綺麗にいってるでしょ。うん、綺麗に棒入れてないもん。うん。棒なしでね。棒なしで。うん。綺麗にいってますね。うんうん、やっぱ道具ですよ。そうですね。でも最終的には皆さん普通の人では購入できませんからね。あの腕じゃないから道具だから。俺たまたまうまくいっただけだもん今日。いやいやいや、いや、たま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 だよこれ。動画回してるからうまくいってるけど、動画回してない時は人に任せてるから。いやいや、下手くそだから。いやいや、そんなことない。いやいや、本当だからね、半自動とかでやる人いるけどやっぱね、うん、巣穴がいっちゃうんだよね。そうですね、薄いし、うん、うん、だからそこはね、まあ半自動でやったとしてもコーティングしちゃえばさいいんだけど、うん、また面倒くさいじゃん。はいはいはい、手間がちょっとね増えちゃうってことですね。そうそう、でうまくティグ溶接でやると、うん、ブローホールも出なくなるから、はいはい、やり方だけどね、うん、そうするとコーティングしなくても済んだりするわけで、うん、うん、うん、でやっぱぴったりぴったりやれればいいんだけど、やっぱ隙間が空いちゃったよってなると、うん、やっぱね、コーティングやらないと少し不安かもしれない。うん、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 もう無事にいけましたね。いけました。であとの半分は電気代がもったいないので会社でやります。うん、はい。どうですか。グーですね。はいはい、はい、とりあえず、うん、片側のタンクは終わりました。うん、無事にね。うん、であとこの前ラジオの告知をしたんだけど、うん、はい、いつだっけ。6月の15って言っちゃってましたけど。14だね。14ですね。15日じゃなくて14日の、うん、金曜日の10時。10時。放送ですね。放送ですね。うん、はい。間違えました。はい。うん、だいたい、ボケてるからさ。いやいやいや。ダメだよ、もう。本当に。そんなことないですけどね。あと、そう、工場。うん。工場をね、はいはい、探してたんですが、うん、よくよく考えれば、今の山小屋を、うん、雨漏れを直して、
ちゃんとすればいいんじゃないかという結論に達しまして、うん、はいはい、あの山小屋を、はい、工場に、はい、うん、します、はいはい、もうそれ以外ないかなと、うん、でそうすれば山小屋だったらぎゅうぎゅうに詰めたってバイク50台ぐらいは入るじゃん、うん、あそこ広いですからね、ね、うん、で中2階もあるので、うん、泊まりたい人は中2階泊まれるじゃん、うん、ちゃんと綺麗にすれば、そう中の荷物出してね、そうで、ほら右側のところは、うん、テレビも置いてあったりとかさ、うんうん、なんか扇風機あったりとかいろいろあるでしょ、うん、で夏はのスポットクーラーもあるし、うんうんうん、ちゃんとすれやね、そうそうそう、うん、1泊8000円です取るんだ。取る取る取るよ。取る取る。でうんこは外。あ、取れないので。まあだけどね、それ冗談として、うん、今の山小屋を夏ぐらいまでには屋根直して、うん、はいはい、で湿気がすごいから、うん、換気扇、うん、なんか対策してね、うん、つけて、うん、で下コンクリ打ってあるから、うん、それもちゃんときれいにすれば、はい、お作業できるんじゃないかなと、うんうん、そこでやった方のがね、うんうん、いいと思わない、はい、いいですよね、でうちの山だ、だからね、だってね、うちの山だってだってこっから六さんいたことありますもんね、こっから2分3分のところだから、うんうん、もうすぐに行けちゃおうかなと、うんうんですね、うん、はい、で山小屋にね来たいっていう人、うんうん、教えないのでそこで皆さんの場所ではないからそうそうそう地元の人でさえ分かんないし、うん、俺の友達だって数人しか知らないから、うん、もう一切教えないからね、あそこはあそこはね、うん、地元の人でさえ絶対分からないだろうっていうところに小屋があるからさ、はい、一般の人が来ても、うん、多分分かんないと思う、そうですね、うん、どこですかって言われても、うん、まあそんな感じでね、はい、そっちも進めていきたいなと、はい、思っております、はい、はいはい、ということでお願いします。次回のサイレントヒルワークスは、まあ、ついてますもう、うん、お、はい、ね、つくかな、うん、大丈夫、大丈夫、本当、はい、だけどエンジンが L ツイン、うん、あ、名前決めたの、チャンネル登録高評価よろしくね。